それではプチッカイバーニングレッド制作スタートします。まずは頭から作っていきます。必要なパーツをランナーから切り離します。これが頭のパーツです。それでは組み上げていきます。それでですね、この耳なんですが、この白いパーツを赤いパーツにはめ込んで完成するんですけれども、これがですね、一回はめ込んでしまうと取れなくなってしまいます。僕はこのプチッカイを塗装しようと考えているので、塗装してから最後にはめ込もうと思ってます。なので今回はしっかりとはめ込まずに、ちょっと浮いた感じで制作を進めさせていただきます。同じものをもう一つ作りました。この状態だと豚みたいですね。頭が完成しました。耳が動くようになってます。次は体を作ります。必要なパーツをランナーから切り離していきます。これが体のパーツです。それでは組み立てていきます。体が完成しました。尻尾がついてます。次は右腕、そして左腕を作ります。必要なパーツをランナーから切り離します。これが右腕と左腕のパーツです。それでは組み上げていきます。右腕と左腕が完成しました。